はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガリユニバース、やっていきたいと思います。今回は少しイベントの方をですね、見ていきたいと思います。まあ、ちょっとね、終わりそうなイベントもあるにはあるんですけれども、このタブの中でね、メインと書かれているところか、まあ、ストーリーモードで、その他にイベントとデイリーと、まあ、チャレンジがありますので、今できるやつを少し見ていきましょう。スービエ襲来あるんですけれども、先にガルダウィング討伐、こちらを見ていきます。これはあと何日って書いてないから、通年的にずっとやってるものなのかな。で、最初はですね、探索ガルダウィングから始まって、こいつを倒していくと、この金の延べ棒みたいなのがね、手に入るので、まあ、それを集めてアイテム交換所で交換するという、仕組みになってます。一応今のところはこの4戦目の激戦ガルダウィングが、クラスとしては最高かな。まあ、これを1回やっていきましょう。これはもう完全にガルダウィング戦、1本ですね。で、パーティーは今回ちょっと変えて、モニカを入れてます。モニカがね、なんていうのこれ、スタイル的な話なのかわかんないですけど、ディフェンダーなんですよね。なんかすげえ防御キャラクターで、始まった瞬間になんかヘイトとかもね、上がるんで、何壁役なのっていうところがね、ちょっと微妙なところではあるんですけど、さてこのメンバーでガルダウィングと戦うのは初めてだな。じゃあ第1ターン目は、まあ、普通の攻撃で BP を貯めていきましょう。モニカね、ヒットポイントそんなに高くないんだけどね、まあまだ使い始めだからね。で、通常攻撃、通常攻撃と、そう、挑発がね、発動するんですよ。とか思った。これ挑発は普通にいて、しかも弱点じゃねえかよモニカ。あ、なんか覚えた、フェイント。いや、あ、ウィーク、そうか、飛んでるからか。回復薬が今回いないんで、死んだらそれまで。ただ2ターンで肩がつきそうだ、また例によって。あ、真空切り覚えましたね、ポルカで。感電症やって、1人時間差の逆風の、千手観音いきますか。いや、千手観音はね、まあ、ガチで強い。1261とか。いや、アザミは本当に手に入れられてよかったな。アザミとエレンがね、本当に強い。で、ここでね、旗印の、金塊っていうのが手に入りますので、まあ、これを集めていきましょうと。で、これを集めることによって、アイテム交換所ですね、ちょっと見てみますと、S クラスのアルベルトとゲラハと、あとね、まあ、一番下にジニーちゃんのピースがあるんですけども、ジニーちゃんが、手に入ります。まあ、これを集めて、まあ、アルベルト、ゲラハ、ジニーちゃんは手に入れることができて、あと解放用のアイテムですね、ピースは、まあ、これも買えますと。まあ、30個が限界ではありますけども。じゃあ、今1万3000あるんで、まあ、アルベルトとゲラファーをちょっと買いますか。左利きの戦士アルベルト、ゲラハ、どこへ向かいますか。なんか飛ばしちゃった、まあいいや。まあ、これはいつでもやってるみたいなんで。で、ツービエはちょっと今日最後にやりたいんで、で、デイリーは、まあ、1日2回ね、こういう経験値が手に入るやつとかできるんですけれども、もうちょっと終わらしてるんで、チャレンジの方見ましょう。まずはね、ツワイクバトルフェス、これが超むずいんだよね、敵が強すぎる。一応ね、ラウンド4まで行きました。で、このパーティーだとちょっと勝ち抜けないんで、ちょ、待て、アザミちゃんじゃなくて、パーティー1、最強メンバーでいきましょう。回復薬のウンディーネも入れてますと。で、敵はね、ランダムなんで、まあ、4までいけるかどうかって言われたらちょっと分かんない。いきなり強い敵も出てくるから、あー、こいつは結構強えんだよな。熱、冷気、雷か。1ターン目はやっぱり通常攻撃でね、攻めたいよね。まあ、普通の攻撃だったら大して食らわないけど、なんか技、ゲイドブレイク、混乱した。生命の水で
直せんのかな。一ターンにつき一人って感じか。ただアルカイザーが今混乱してるからな。コックスクリュー、いやどうしようかな。エレンもな、最終的には巻き割りでちょっと勝たしたいからな。ちょっと最初まで戻す。サミダレ切りを使おう。で生命の水で回復でしょ。通常攻撃だな。でアザミちゃんも通常攻撃370500でも倒せない。2本打ちとかガッ、これ2戦目とかで終わりそうだな。ゲッひでえ混乱とかひどすぎる。蘇らせよう。ちょ待って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 、ターゲットを設定してから生命の水を使う。巻き割りでも型をつけよう。ここは千手観音を使おう。で1戦目で死ぬのは悲しすぎるかな。ぐらい1063でも倒せないか。たかだかカニのくせにもう満身創痍だ。2戦目終わっ、同じ敵だ、これ無理だ。まあ、一応全力を尽くしていきましょう。最後の最後まで諦めずダイヤモンド出すと。うん、通常攻撃で貯める。アルフェニックスがね、火力的に本当に微妙なんだよな。この巻き割りダイナミック千手観音と比べちゃうと。なぎ払い死んだ、いって死者が2人出た。アルフェニックス、大体700くらい。ダイヤモンドダストはね、ちょっともうこの火力はしょうがない。生命の水は LP じゃなくて BP がないな。マシンガンジャムでも打っとくか。これはちょっと貯めておきたい。2戦目ギリ勝ち越せるか。地獄爪殺法とか超強え無理だ。キャンサーが倒せるか倒せないか。いいや、もうオーバードライブ使おう。ゲッ、ダイヤモンドダストは使えないからやっぱやめよう。生命の水でじゃあアザミちゃんを蘇らせるか、蘇らせられるか分かんないけど、よし耐えた。復活、回復量ね、もうちょっと欲しいっちゃ欲しいんだけど。あー、オーバードライブ、そうだな、ちょっと待って、オールオーバードライブ使って3戦目に行くことを目標としよう。いやちょっと待って、無理だ、みんな BP 不足だな。通常攻撃はさすがにね連携しないんで。おい、あ、倒した。なんか弱そうな敵に見えても強いからな。オーバードライブスコール、オーバードライブのなんていうの、探偵で連機章が打てんな。一応全体攻撃だからね、最後の最後まであがこう。スコール、ウィンドカッター、あ、やばい、アザミちゃんまだ生きてる。そのオーバードライブ連機章がね結構役立つんだよね。一番最初に打ってて敵全体に攻撃できるんで、コックスクリューと。よし、もう LP がないから生命の水はちょっと使えないです。通常攻撃でいけるか。ちょっとここはなんだかんだで粘ってんな。3戦目、アザミ死んだか。最後殴ってくれたかな。ウンディーネがね本当に火力不足、あ、もうそういう役割だからしょうがないんだけど。マシンガンジャブ打っとこう。3戦目を勝ち抜く、これが最終目的だ。倒した、よし。いや、これ無理、これ無理、こいつらもマジで強いから。一応ダイヤモンドダストのマシンガンジャブ打てない、何も打てない。鍵爪90、これ超強い。200くらい食らう。186という感じですね。バトルフェスとかマジでむずいから。
で、これ1回ラウンド何今ラウンド4までクリアしてるんで、途中で死ぬとね、あのクリア報酬とか何ももらえないからね。まあ、その代わり挑戦するなんか体力的なのはゼロで挑戦できるんですけど、で金土日の毎週開催されるのかな、毎週金土日開催って書いてあるから、もうちょっと交換所でね少し交換しちゃったんですけど、ね、武器強化素材とねちょっと交換しました。で本当はねここら辺のね武器とかもすんげー欲しいんだけど、もう無理だよね、800とか毎週毎週コツ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 貯めていかないと無理そうなんで。でこれが今バトルフェスですね。であと螺旋回廊で、これもどん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 上に登っていく感じで、基本的には初回クリア報酬しかもらえないですね。2回目ちょっとやってみたけど、チケットみたいなのはもらえないんで、螺旋回廊も特にあと何時間っていうのが出てないんで、ずっとやってるものになりますかね。だから自分のパーティーが強化されたら、まあ、挑んでいくということで、現在自分は12階にいます。これを集める感じになりますね、螺旋ガチャチケット。でここもパーティー1でいきましょう。なんかラミアクイーンみたいな、全然違った、ラミアどころじゃなくてただのヘビ女だ。こいつ戦ったことないな、だ戦ったことない敵はランクが高いってことだからな。毒斬り、毒にはなんなかったか。1ターンで1匹は余裕だね。ちょっと通常オートでいくか。あ余裕余裕で、敵が増えて、ここも通常オートでいいでしょう。3戦目でまた全力だぞ。あ弱い弱い弱い。確かに前挑戦してから結構経ってるからな。パーティーもだいぶ強化されてると思うんで、ここも通常でいけるでしょう。おーいいね、全然余裕だわ。でラミア3体か。ここは全力でいきつつ、アザミちゃんがね、あのオーバードライブたまるのが早いんですよね。やっぱりそういうのは関係あるのかな。巻き割りダイナミックで、アルフェニックスも使って、ここでオーバードライブを発動させて連機章、ここでね最初に敵全体の連機章が発動するんで、これ結構いい。一層これ13回も挑めるんじゃないか。初回クリア報酬、螺旋ガチャチケット。でも螺旋ガチャチケットもね限りがあるから、でガチャを引くものなんで運が悪いと永遠に手に入んないってことになりそうだけどな。13回もちょっと挑んでみます。で同じパーティーで、1回上がるごとにねそれなりに敵強くなるからね、明らかに。けまたわけわかんねえマンドレイクみたいなのがいいな。マンドレイクそのまんまだ。ちょっとまた1ターン目は通常攻撃できます。できれば3人でね倒したいね。ゴーッ3人で倒すとこの話じゃねえな。ちょっと待って、ここはまず確実に蘇らせるでしょ、生命の水で。でこのゾンビみたいなやつ何なの、倒せっかな。251か、それなりに当たるね。50か、いやレジストで50か。出たマンドレイク3体はきついわ。いやもうちょっと生命の水だな。エレンを先に回復させておくか。トマホーク3回復するから、まあ、3使う分には大丈夫で、本当はこういうところでね連機章を打ちたいけど、3戦目ちょっと突破を考えていくんで、3戦目を見据えてサミダレギリのランクアップ。トマホーク強だとか絶対死ぬでしょ。復活して
あぶねあぶね、あと1回しか使えないかな。生命の水 LP の都合上ちょっとインペリアルクロスの先頭にいるんで、エレン回復させて、ここもちょっとトマホークの攻撃の攻撃だな。ウンディーネはね痛い、確率でなんか回復するアビリティを持ってるんで、まあ、元が弱いからね。ここはゴリオス通常音いけるでしょう。先手を取れ、よし、さすがアザミちゃんよ。こいつらか、ただオーバードライブがいけるんで、まずポルカは真空切りで、ウンディーネオーバードライブからのダイヤモンドダストで、エレンも巻き割り、アルカイザーオーバードライブからのアルフェニックス、アザミちゃんもオーバードライブをかけて、ここは連機勝でいきます。千手観音じゃなくて連機勝、ボス1体だったらね千手観音なんですけど、これ全体攻撃でしょ、でダイヤモンドダストも全体攻撃、いやアルフェニックス連携つながるとそれなりだな。ダイヤモンドダストね270か、だからもうちょっと回復量欲しいよね、せめて100くらい欲しいんだけどな。この次はもう無理だな、今の段階でこれだったら次104回はまたの機会ですね。というわけでちょっと14回はこれくらいにして、あとイベントがあるのはスービエですね。スービエちなみに1回もやってないんだよね。あと32日ってだいぶあるから詳細を見てみましょう。倒すたびに強くなる強敵を倒せ、バトル勝利、強敵の限定スタイルゲット、はあ、ははあ、バトル1、スービエとの戦い、クリア報酬でスービエっぽいのがあるな。あ、これピース型なの、 S ランクね、スービエは。どうだろう、パーティー1じゃなくてさ、パーティー2で行く、初戦だから舐めてかかろう。たまにはねちょっと別パーティーで、下等生物目が早々に立ち去れ、ああ始まんねえとか思った。強敵出現、ザンに弱いのか、ダに強いんだ。うちの主力2人がアルカイザーとアザミちゃんが活躍できなそうだけど、じゃあ1ターン目はまた例によって通常攻撃で攻めていきます。メールシュトロムとか多分使ってくんだよね。でジニーちゃんダダね、いきなり使ってきた、これどんくらい食らうの。あ、まあ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 、で2回攻撃かよ、メールストローム2回とかありかな。これさ弱点の人たちで攻めた方がいいよね。多分スービエは多少強くなったところで変わんないと思うから、結構かかりそうだな単数的に。デルタペトラはダだからね、ちょっとやめておこう、ハードヒット。なるほど、スービエ用のパーティーを作った方がいいな。攻撃をされる分にはあんまり食らわないからいいんだけど、いやこのパーティーでギリギリ倒せるか倒せないかっていうそんな感じだな。みんなのヒットポイントちょっとやばいからね、ここはちょっとまた通常攻撃で BP を貯めます。メールストローム使われたらまずい、巻きつけ71、しかも麻痺った、痛い、アイシャがやられた。ちょっと待って、クローディア貯めたい、逆フィックか、待って、もう一ターンくらいでオーバードライブができそうだけどな。死ぬのが先かオーバードライブが先か、行って死んだ、死ぬのが先だった。でギュスタームがな、いや落語派使えねえじゃん、まあいいや、
ジニーちゃんオーバードライブかけても微妙そうだからな。ハードヒット瞬速の矢ハードや。いや、舐めてかかった。俺のミスだな、これは倒せなさそうだ。ハードヒット、いや無理だ、無理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 、ザンがいないと無理だ。デルタビトラって石化させるとか無理だなこいつ石化したらウケる。いや死んだ、ダメだったか。結構強いね。道場でスタイル強化、うん、知ってます。では敵討ちだ。スービエ、今までの俺たちだと思うなよって言ってもね、だが2人いるからな。ゴリオス、そうマスターレベルちょっと何なんだろうって思ってたんですけど、マスターレベル上がるとあれですね、もう本当に誰でも強くなるっていう何言ってんのって感じだけど、今 0.5% くらい体験とかがアップしてるんですよ。だから体験を使う人は誰でも 0.5% 分強くなってるっていう、そんな感じですね。だからね、いっぱいいろんな人を鍛えるとそもそも誰を使っても強くなるっていうことがあるんで、それは結構いいかもしれないですね。で最初は投げる180か。いやでも巻き割りとか使えばゴリ押せるでしょ。触手80回復させよう。メイルストロームたまに使ってくる感じかな。エレン回復で巻き割り使いたいからちょっと通常攻撃のアルカイザーも通常攻撃でいいや。でこいつも千手観音使いたから通常攻撃、2ターンは通常攻撃しなきゃ最強技使えないね。生命の水よし60、まあまあまあ。でこっからが勝負よ、まず真空切り。生命の水どうしようかな、まあいいや、ちょっとダイヤモンドダッシュにしよう。からの巻き割りでアルフェニックスで、こいつも千手観音ぶっ放す。いいね、ウンディーネ回復した。ほら763、全然いいじゃん。アルフェニックス真空切り、これ決まったな、このターンで1024。あ巻きつき、危ねえ。2051とか異常なんだけど。お、生命の水ランクアップ、これは嬉しいな。さて第1段階目をクリアして、再戦回がなんかできない、できんのこれ。なんかちょっと灰色になってなかった。あ無理だ、やっぱりスービエとの戦い第2回目。なるほど、そういうことか。一応特性見れるんだ。メイルストローム特技技に触手。メイルストローム、あ見れない。おすすめ耐性とか、あ書いてあるんだね。おすすめ攻撃属性斬撃雷撃、雷撃とか持ってないからな。状態耐性使用スタン999とか、スタンしないってことだよね。毒暗闇眠りあたりはちょっとなるかもしれない。で混乱125だから、まあ、もしかしたら微妙なところでなるかもしれないみたいな。魅了30だったね。まあいいや、2戦目いきましょう。ここが倒せるかどうかだな。いやまず最初はやっぱり攻撃で攻めて、巻き割りだなポイントは。いやー触手強えわ、回復はさせておこう。3ターン目までにエレンが生きてることが条件だ。いいね、
で、こっからまたパターンは一緒だけど、一応ちょっと回復させとこう。エレンを回復させとこう。うちのアタッカーの要だからな、アルフェニックス。こいつも千手観音。エレンはね、ちょっとね、インテリアクロスの先頭にいるから素早さが下がってるんですよね。体力は上がってるんだけど、巻きつき、うわ、うちの生命線を巻きさせてきたな。シンクフィリック、アルフェニックスからの巻き割り、いいね。2400、要は3ターン目まで持ちこたえればうちの勝ちだな。いや、上がる上がる。スービエ、そもそものスービエが欲しい。まあでも S ランクは S ランク3ってか、何戦目まであんのこれ。まあ、30何日あるからね、結構強くなりそうだよね。まあ、味方も敵も。さて3戦目、通常、まあ、最初は通常防御っていうのがあればな、いいんだけどな。そしたらウンディーンで防御させるのにいって、攻撃する、あの知力が上がる、ひでえ、やばい、やるな。一応生命の水は使っておこう。巻きつき厄介だね。うわ、狙われてる、またまひった。しかし今のところは自利品だな。もう一旦通常攻撃で攻めて、今エレンがね、麻痺ってるからね、肩はつかないはず。麻痺にはならなかったか、危ねえ。きたー、メールストローム。うわー、アルカイザー死んだっぽいな。死んでない。そう、オーバードライブでね、真空切りを使いたいんだよな。8、ちょっと待って、8は減りすぎたな。失礼剣、一応生命の水、ラスト生命の水だな。回復させて、マシンガンジャブ7かやろう。でコークスクリュー、ほら200ランクアップ、マシンガンジャブ。いや、やっぱレジスト2人はちょっと厳しいな。スービエ用のパーティーを作ろう。斬撃重視だな。ってことはグレイとギュス様を入れるか。これオールオーバードライブでいきます。まあ行きますって言ってもちょっとね、どこまで行けるか分かんないけど、スコールとか効かねえし絶対。アルフェニックス千手観音のキリ使えるな。4連携、1100 1400 106、いって、やべえ、主力の2人がやられた。ここまで来て、これはもう手数で攻めよう。クレイとギュス様って最強の技まだ覚えてないんだよね。コークスクリュー打つんだったら千手観音使わせた方がよかったね。いやー、死んだわ。強いスービエ、触手が厄介だったな。エレン生きてればまあ巻き割りで倒せたと思うんだけど、ちょっとエレン狙われたのはかなり痛手でしたねということで、まあこんな感じでね、イベントがありますので、スービエはちょっとスービエ用のパーティーを組んだ方が良さそうなので、まあちょっと後で組みたいと思います。そんなわけで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。